今回は量子化できるダブルオーライザーと相打ちのリボーンズガンダムってめちゃくちゃ強くねに対する反応集をご紹介します。量子化使って相打ちって強すぎる。ダブルオーに負けたのは太陽炉が純正じゃなかったせい。リボーンズのレス機体に自分の名前つけるやつ。まあ負けたっていうか、そもそもほぼ戦闘不能の相打ちだったよね。むしろ相打ち気味だが勝ってた。ダロライザーには刹那気絶してる間にとどめさせたといえばさせただろうからな。タンク形態も使えたらきっと勝ってた。多分タンクあってもなる意味ないよね。タンクとは名ばかりの飛行モードだっけ。オリジン反転変形式大きくね。実は大して隙がなかったりする。前進しつつくるんと回りつつ変形するんで隙はないんだ。劇中だと変形の隙を突かれるとか全然ないからな。臨機応変に使ってるからむしろ隙なくなってる。これやっぱりコックピット回転しまくってるのかな。おもむろに振り向いてビームとか性能を 100% 発揮するにはゴミ目をつけないと。変形機構の奇抜さで感覚変になるが実はかなり堅実な作りしていたりする。まあ、僕は完璧だからあらゆる状況を自力でなんとかする、という傲慢極まりない思考が前提にあるわけだが。少しくらいの隙は小型フィンファングで潰してくるしな。GNU 氏の利点全力で利用しまくってるよなフィンファング。直角で曲がるならともかくカーブしまくるんじゃない。あれハレがほぼファング初見とはいえ秒殺されたもんな。一気のオープニング2デツ倍のファング対応したくらいしかないしな。キャノン自体が遠隔操作兵器にもなるの他ではあんまり見ないけどすごい理にかなってる気がする。刹那が砲撃機なら格闘戦には弱いだろって勘違いしてたとはいえ、キャノン状態でもダブルを吹っ飛ばす程度には格闘戦もできる。1機はジムで2機はガンキャノンかよ、からのイケメンガンダム登場には痺れたね。ツインドライブとリボンズの腕で補ってあまりあったとはいえ形態ごとの特化性能では、それぞれアイガンダムと GN キャノンに負けてるっていうのが面白い。実質 A パートのみの活躍とはいえすごい存在感。エクバシリーズではなぜかずーっと強かった。ようやくお仕置きされてるけど。残骸は再利用するやついないの。それスタルビーイングが回収してんじゃないかな。あんまりアウトなやつはテイリアがベイダないから情報規制してるっぽいし、ツインドライブの情報解禁はしばらく先だろね。機体性能はダブルオーライザーより上なんだろうか。外付け制御装置のライザーなしでツインドライブできるから完成度は上。土壇場ワープで引き分けに持ち込んだみたいなもんか。マスターグレードいつかな。メタルビルドはほぼ確定した。タンク系かようと思わせてからの2個付きガンダムに変形とか当時のネットの反応が見てみたい。一機もジムだし他のライバル機もガンダム顔はいなかったから。ラスボスがゴーグル顔でも特に不自然には思わんかった自分がいた。プロビデンスなんかもそうだけど終盤前情報なしでガンダム出てくるとやっぱビビるよね。自分も驚いた側だわ。1機がジムで2機はガンキャノンかと思ってた。オリジンのまま戦ってたらどうなってたんだろうな。タンク空気だったな。で終わるんじゃない。いやマジで宇宙船でいらないもんよ。しかもリボンズはオリジナルの太陽炉が欲しいから壊さないように縛りプレイしてるっていう。ダブルオーライザーもバースト5で回復しきってはなかったがな。マジでいい勝負だった。まあ言うて刹那は連戦続きかつトランザムバーストの直後で粒子残量も万全じゃなかったしリボガンも初見だったからな。片やリボンズは機体のコンディション万全でダブルオーライザーのスペックや戦闘データは知ってるわけで、わずかの間だがヒリング&リバイブも加勢してたしね。そこに関してはそれスタルビーイングもロックオンとアレハレとトレミーまで加勢してるからトントンかと。蒼月のボルさんが一人で V 作戦やりたいって傲慢なお願いを聞いて作られた機体なので強いよね。タンクははぶられたけど。ガンプラバトルアニメの主女戦で叶えられたやん。一人 V 作戦好き。最後は太陽炉片方持ってったから価値観あるけど、最初はダブルオーは有志チャージ中だったし総合的に見て引き分けでようかろ。メタルビルドになるときは、舞台版で振り回してた台剣持ってくるんだろうな。
今の状態だとほぼ中、遠距離が適正で近距離はサーベルしかないのよね。まあそのサーベルが大型の大出力タイプで WO に持つバゼリアイで勝てるパワーあるから。突っ込んできた WO ライザー GN ソード3カッコあの時点では最高の近接装備をサーベル1本で受けて弾き出しているのよ。そんなものが2本あるってのがすでに恐ろしい。よく考えたら純正ドライブ2つも積んでて勝ちきれない WO のパイロットが偽ドライブ積んでる機体に勝てないって情けないと思うの。引き分けに持ち込んだリボンズさんの方が WO のパイロットよりずっとすごいと思うの。おはリボンズ、エグナーウィップもあって GN フィールドも対応できるとか抜かりがないな。なんでこっちは量子化使えなかったんだ。量子化の存在自体はそこそこ前から出てたよな。納期のせいか。そもそも WO ライザーの方もなんで量子化するのか全くわからんし、コントロールもできてないからそや再現なんて無理。イノベーターの能量子波と連動して純度を高めたオリジナル GN ドライブの粒子じゃなきゃ無理っぽい。実際50年後に作られた先ブレがオリジナル積んで量子ワープやっとるし。そこまでハンデがあって勝てなかった刹那ってしょぼくね。リボンズさんは疑似2つで対等に戦っててすごくね。イノベーターのレス。白っ子、俺より強いパイロットとかおらんから質実冒険な機体にしたわ。作敵とか体感は部下にやらせる。リボンズ、僕より強いやつなんていないし僕以外必要もない。だから全て自己完結した機体にする。似たような思想の二人がマラクのモビルスーツにたどり着くの面白い。最終的に二どっちも動けなくなったけど、量子ワープで隙をついてきた WO から切り落としたドライブを奪って逃げるぐらいの余裕がある分、リボンズの勝ち逃げと言えなくもないんだよな。リボンズって戦闘シーンあんまりないのに強さに説得力あるよね。声がね。実質覚醒した主人公に勝ってるからな。いやー結構暴れてたじゃないか、満を持しての強キャラみたいな感じで。幼少期の刹那を救ってガンダムに導いた男だ。そりゃ強いよな。一人 V 作戦は友達いない感出てていいよね。誰も信用してないだけだよ。信用できる奴がいないんだな。信用できないってのは戦力としてってことなのかな。ヒーリングとかは絶対的に自分を慕ってるのはわかってるし。蒸気の性能もあるけど普通に強かったし。あれハレ瞬殺はびっくりした。まああれハレも刹那も消耗してたところ狙ってるからああなったというのはある。それ差し引いても他のイノベードより頭一つ抜けてるだろうけど。あれハレ放置してると主人公食ってしまうのか。1機も2機も最終戦は唐突に無力化されてた気がする。小物かもしれんが実力はガチだった。そういえばリボーンズガンダムだと劇中では割と誰も殺してない。そうだけどまあアリオスとトレミーにかなりのダメージ与えたし十分だと思う。アニューのコントロール奪った直後にファングの動きが激変するの好き。助けてリボンズに対してガチの舌打ちするところ、マジで自分以外格下の道具としか見てない感あって。いい量子化にこのって地名当てるのすごいと思う。なんだかんだ量子化した WO を先読みして片腕持って言ってるもんな。そこら辺の紛争での垂れ死ぬはずだったただの少年兵を革新者に導いたイノベイドの鏡だなこいつ。イオリアもあの世で笑ってそう。この動画は青木清浄なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。